高地昇る58が X、ツイッターで災害級暑さの危険性を訴えた。連日猛暑が続き、熱中症の被害が相次いで報告されている。28日には山形県内で女子中学生が熱中症の気異で意識不明となり死亡が確認された。女子中学生は部活動から帰宅途中だったという。コーチは熱中症による女子中学生の死亡について災害級の暑さの中熱中症で中学生が亡くなったとのこと。本当に痛ましい、と嘆いた。その上で、俺が懸念するのは、俺たち世代の代表はこんな暑い学生時代を経験していない。しかも、部活中水も飲まない、根性論で過ごしてきた。指導者は、無理させたら死ぬ時代になったんだってことを本気で、腹落ちしているだろうか。気をつけてくれと自身の経験を踏まえた上で、改めて学校の指導者に訴えかけた。